はい、それでは、今の方の後ろになりますかね。自立新松田と申します。一問だけ、確認でお願いします。改革委員会の先生方は、これまでいろんなお話しされていることとか、いろんなことを全部総合しまして、結局、スタップ細胞というのは、なかったというふうな見方で、見方ですよ。見方で一致しているということでよろしいですか。どうしましょうね、これは。難しいですね。ですね、再現実験をやってあると言った人が、例えば1年とか半年でもいいです、1年でもいいです、2年でもいいですけど、やってその人が諦める、またはスタップ現象があるとか言った人がやっぱり何もなかったと言わない限り決着がつかないので、そこはしっかり科学的にやりましょうというのが我々の提案です。ただし、あえてありますないと皆さん思ってますかと言われたら、あなたの質問は大体我々の意思に沿っているのかなという気はいたします。まあこれはまた専門家にちょっと、一つ、我々その再現実験を、提案しているわけですね。で、僕はこれぐらいそのいろんな事実が出てくると、尾形さんはこちらがその提供しても断るんではないかという、憶測もあります。それからもう一つはですね、これは岡笠さんがやってもしできなかったと言ったときに、彼女が多分こういう言い訳をするんだろうという想像もあります。それは例えば、笑い話じゃないですけども、部屋の温度がちょっと違ったとかね、あるいは使ったフィータルカーフシーラムといって、牛の胎児の血清というのを、いろんなああいう ES 細胞とかそういうものに使うんですが、それは非常に微妙で、研究者は非常に気にするところなんですね。で、あるロッドナンバーのものしか使わないとか、そういうことがあって、そういう条件が悪かったとか、そういう、以前は成功したんだけども今回はたまたま成功しなかった、そういうような言い訳もあり得ると。で、実際に本当にもしできたらば、そういう言い訳は、科学者であればなきにしもあらずという点があるものですから、結論は必ずしもきちっと出るものではないかなと、それだけちょっと皆さん覚悟しておいた方がいいかなと思っています。先ほども話に出ましたけれども、ネイチャーが2本出ておりますけれども、今著者の方たちがこれを撤回しようというような手続きをしていらっしゃいます。で、それが通ればですね、ネイチャーの方もそれを同意して撤回することになると思うんですけれども、そういたしましたら、スタップというものはなくなってしまうというふうにお考えいただければいいのではないかというふうに思います。で、そうなるともう再現実験というのも、しなくていいかなと。ないものは再現できないですからね。で、何かじゃあストレスをかけることによって、そのリプログラミングっていうのがまたできるっていうのを誰かが発見したときにはですね、もうスタップという名前ではなくて、その人が新しい名前をつけて発表されればいいことであります。そういう意味では、スタップというのは、時期になくなるのではないかというふうに私は個人的に考えています。じゃあ、はい、あと2人ぐらいにしたいと思いますので、左から2列目、一番前の方、マイクを。本当にもしできたらば、そういう言い訳は、科学者であればなきにしもあらずという点があるものですから、結論は必ずしもきちっと出るものではないかなと、それだけちょっと皆さん覚悟しておいた方がいいかなと思っています。先ほども話に出ましたけれども、ネイチャーが2本出ておりますけれども、今著者の方たちがこれを撤回しようというような手続きをしていらっしゃいます。で、それが通ればですね、ネイチャーの方もそれを同意して撤回することになると思うんですけれども、そういたしましたら、スタップというものはなくなってしまうというふうにお考えいただきないですけども、部屋の温度がちょっと違ったとかね、あるいは使ったフィータルカーフシーラムといって、牛の
胎児の、血清というのを、まあ、いろんなああいう ES 細胞とかそういうものに使うんですが、それは非常に微妙で、まあ研究者は非常に気にするところなんですね。であるロッドナンバーのものしか使わないとか、まあ、そういうことがあって、まあ、そういう条件が悪かったとか、まあ、そういう以前はまあ成功したんだけども今回はたまたま成功しなかった、まあ、そういうような言い訳もあり得ると。で実際にやってあると言った人が例えば1年とか半年でもいいです、1年でもいいです、2年でもいいですけど、やってその人が諦める、またはスタップ現象があるとか言った人がやっぱり何もなかったと言わない限り決着がつかないので、そこはしっかり科学的にやりましょうというのが我々の提案です。ただしあえてありますないと皆さん思ってますかと言われたら、あなたの質問は大体我々の意思に沿っているのかなという気はいたします。まあこれはまた専門家にちょっと、ま、一つ我々その再現実験を、まあ、提案しているわけですね。で僕はこれぐらいそのいろんな事実が出てくると小保方さんはこちらがその提供しても断るんではないかという、まあ、憶測もあります。それからもう一つはですね、これは小保方さんがやってもしできなかったと言ったときに彼女が多分こういう言い訳をするんだろうという想像もあります。それは例えば、まあ笑い話じゃない、はい、それでは、今の方の後ろになりますかね。自立新松田と申します。一問だけ確認でお願いします。科学委員会の先生方は、これまでいろんなお話しされていることとかいろんなことを全部総合しまして、結局スタップ細胞というのはなかったというふうな見方で、見方ですよ、見方で一致しているということでよろしいですか。どうしましょうね、これは難しいですね。ですね、再現実験を